はい、もう大丈夫ですか。エントリーやっております。まだいそうですね。まあグッチさん、今エントリーが15人なんで、まあ、とりあえず8対8の紅白戦ですね今日は。じゃあとりあえず組み合わせっていうかチーム分けやりましょうか。まあ、リーダーどなたか。リーダー、お、さあ長州さんの鶴の一声で中島さんと金子さんが、さあ来た瞬間いきなりリーダーやれという。まあ取り合いしていただいて、まあキャラ自由でいいんじゃないですかね。人で選ぶか。8対8だから、まあじゃあ2キャラにしますか。2キャラというか1人2回、うん、はい、リーダーの
金子さんと中島さんが今チーム決めを行っております。今日は一人に2回キャラ自由で、大キック。昨日なんか X の配信がなんかいつの間にか始まってて、なんだろうと思ったら予約した日付を間違えてたっていう。まあそうですね、全部ヒデのせいで。最近見てないですね、ヒデ。
さあ、じゃあチーム決まりましたんで、一応じゃあ読み上げていきましょうか。まあリーダーが中島さんと金子さんってことで、中島さんのチームが、エクスパー、ウネ、スギ、チャボーズ、スカイ、バイパー、グッチ、中島ですね。で、金子さんの方が、破天荒、山本、闘魂、長州、友、お茶丸、友座、金子。はい。さあ、じゃあ、友座さんも来たので、やっていきましょうか。2回なんですけど、どうですか、別キャラにします、強制的に。同じキャラなし、別。じゃあ今日は1人で同じキャラはなし。おっと、機械さんがちょっと不満を。あ、じゃあ配信代はそろそろ、バイパーさんってもしかして白夜の、どういう意味ですか。こんにちは。あ、そろそろ大会始めます。じゃあ両チーム先方だけ決めておいてもらえますかね。で、先方以降はもう相手を見て自由にかぶせていく感じです。1人2回で、1人で同じキャラはなしです、今回は。2人組のホーク使い、まあホーク使いは合ってますよ。バイパーさんはホーク使いですよ。はい、じゃあ本日のランキングバトルやっていきましょう。え、先方決まってますか。絶対決まってない。絶対決まってない。決めてください。明らかに忙しくないだろ。そうです、1人 2回です、今回。おっと、誰も行かねえなら友田さん、俺が行くぞと。あ、 1P2P じゃあ決めましょう。金子さんは、あ、やってる。じゃあ、1P2P じゃんけん、
おっと機械さんが2ピートじゃあ、中島さんチームが 2P 金子さんチーム 1P ということです。じゃあ先方を決めていただけますかね。先方だけ、最初だけです。あ、私にじゃあ、はい、はい、じゃあ先方座ってください。さあ先方は山本さんと杉さん。山本龍太、これは杉バイソン、杉 S バイソン来ました。これ来ましたね。最近よく見ますね、この S バイソン。ダッシュストレートがね、しゃがみに当たるのでなんか結構強いですよね。さあこれですね、あのダッシュストレートがしゃがみにも当たるのでとても強い。ああ、さあS キャラと見るやいなや投げはめ、露骨な投げはめで殺していく山本龍。 S キャラ投げ嫌なんだろうっていうのをね。さあ逆に投げてって、さあ手を伸ばして、手を伸ばしてくれ、ストレート、おわー、ダーンパンチ溜めてた、今かなり溜めてましたね。さあこのダッシュストレートでゴリゴリ行くのが S バイソン。相打ち全然いいですね。さあダッシュストレートでゴリゴリ押していきたい。対空出る、ガードして溜めている、おー、ターンパンチから投げ、お見事。さあワンピー2人目はまさかの友座チュンリー。これで相当のレアですね、友座チュンリー。さあやっぱり S からの宿命として投げられていく。S キャラは本当投げが痛いですよね。まあこれただでさえ X バイソンでもチュンリーは厳しいので S だとなおさらでしょう。さあ何かしたいんですけど、さあ投げ返す、さあ出たい人はどんどん自分から名乗り出た方がいいですよ。さあまた S バイソン、なんだこれ、こんな人気キャラなんですか、 S バイソンって。わあ手が長い。さあこのしゃがみに当たるダッシュストレート、うわあ投げていく、投げが減る、投げる。さあ S キャラは投げとけばいいんだってばかりにどんどん投げていく。あ、昨日のはそうです、ヒデのせいです。さあダイパンも長い、ダッシュストレートも長い、投げる、これ減る。さあ相打ちで吹っ飛ばして画面端でオワオワ、おお
八大パン長いっすね。さあお構いなしにオア突っ込んでいく。大パンストレート、さあこれおお体育出るね。さあ、ワンピー側。さあ、長州さんの青きサイクロン。さあ、S バイソン、これどうする、どうすんのこれ、ダイヤシー。さあ、さあ、長州さん、狂ったようにダブラリを連打。おお倒した。さあ長州さん余裕のプレーかと思いきや、うねエスバイソン頑張っている。さあまた狂ったようにダブラリを連打して、さあコンパネを叩きまくる長州さん。やばい、コンパネが壊れんばかりにパンチ3つを連打している。さあいつまで回り続けるんだこの人。さあ倒して、あー飛びが遅すぎる。あ、さあこれは、あー投げられる長州さん。さあ次はさあお茶丸ホンダ。投げて投げて、さあ投げはめ、まさかのバイソンが投げはめをするという。おわ、さあ大一応入った。さあどっこいとオアを交換していく。どっこい、さあこれはさすがにダメでしたね。さあダメージではホンダが勝ってますね。さあ連打連打、さあヘッド倒して、おわ大パン、さあタンパンチ減る。おわ、さあ飛んだとこに頭突きが引っかかる。さあ 2P が次は、さあチャボーズさんが座った。 S 剣なんだこれ、 2P 側は S キャラしか使っちゃいけないんですかね、もしかして S キャラ縛りか。これはまさかの X 対 S の戦いになるのか。さあでもホンダはね、本当に実際 S 剣はかなりきついですからね。あっと行ってる間に1本取っている。さあお茶丸ホンダこれ強いぞ。さあかなり厳しい相手である S 剣を相手にひるまないお茶丸くん、ガンガン行きますね。これ相当きついはずなんですが、さあガンガン前に出る前に出る、この波動拳が非常に厳しい。ホンダ波動拳、
波動拳が辛いだけではなくて昇竜弱昇竜ガードしてもホンダは何も返せません。あ、2ヒットつなげて昇竜拳、さあこうなるとさあホンダどうする。さあガンガン行く、お構いなしに行く、投げて、さあ受け身があるのであまり減っていない。 S 剣はあの膝蹴り膝投げがありませんからね。あーっと飛びが入ってしまう。さあ破天荒さんが、おっと、あ S 竜、 S 率が高いぞ今大会。あ S 竜対 S 剣、これは結構いい勝負かな。あ S 竜剣はね昇竜剣が完全無敵ということでかなり信頼できますからね昇竜拳が。さあさあこの対戦ねスーパーストツになってますね。さあ昇竜対空竜巻から投げてて波動拳、飛びが、いや、いい飛びでしたね今。なんか S 流波動拳も若干強いですかね X より。また飛びを通していく。昇竜上は見えている。波動波動ガメガシの波動を飛びが刺さる。2P 次はさあエクスパーさんが座った。お、さあメインの X 竜早速出していく。さあお互い竜使い、あ真空波動、やっぱね X3 はこれですよね。まあ S 流はほんとシンプルにね波動昇竜で戦うキャラですよね。中ゴス大ゴスもないし真空もないのでほんとシンプルに波動昇竜って感じで。投げ、お真空ここで打っていく、めくりガードからの投げ。さあ昇竜から波動重ねてまだある、飛び、いい飛び、いや今日の破天荒さん飛びがなんか冴えてますね。絶妙の飛びを見せる破天荒さん。さあもう竜のゲージが溜まっているぞ、これは怖い。
やっぱり真空を警戒してなかなか迂闊な波動が打てなくなってしまいますね。飛びまた刺さる。あっと、あっ、体育出ない。さあまたゲージが溜まってしまう。お、昇竜着地に昇竜重ね。お、金子さんが座る。金子チュンリー、これもあまり見ないですね。まあ今日は一人で同キャラ使用不可なので、なんか珍しいキャラ結構見れますね。さあ金子チュンリーの実力は。さあゲージは溜まったぞ。もうしっかり対空できてますね。結構チュンリーは対空の選択意外と難しいんですよね。さあ対空、あー、やはりこの真空波動拳非常に強い。竜巻もしっかり対処している。ああ、テンション昇竜投げ減った。あ、金子チュンリーこれ結構強いですね。あ、燃えて、おお、竜巻重ね。あー、対空中キック、とりあえず中キックを押すっていうのもありなんですかね。飛び入る。さあ 2P 次は、お、機械さんが行った。さあ機械さんどうする。キャラは、お、機械竜。さあ 2P 側だから安心して竜を出したという感じですかね。さあこの戦いはの見どころは、いかにこう機械さんが 2P 側を死守するかというねところですかね。絶対に 2P に行こうと しますので。まあ金子さんとしては、そう、ここでさあもう速攻で 2P 側に戻っていく。 1P には絶対いないぞというね鉄の意志を感じますね。あー、さあ 2P にこう置いとくと真空が飛んでくるので、いや機械さん 1P はダメっぽいですね。さあまず位置を入れ替えたい。さあ出る、ま、この昇竜のね位置入れ替えればある程度封じられるので。さあ入れ替わった。あー、でもそのまま倒しに行きましたね。さあ 1P 側次は、
お、闘魂さん来ましたね。お、竜。あ、でも闘魂竜結構強いんですよね。いや、中ボスほんと減りますね。あ、おお、おもむろに大ゴス中ゴス、これは読めない。シンク繋がってる。ああ、うまいですね機械さん。ああ、うまい、なんかうまい機械竜。闘魂竜苦しい。闘魂さん大人気ですね。あ、負けちゃいました。あ、誰だ。まさかのトモバイソン。なんとしても機械竜を止めておこうということでしょうかね。さあ、闘魂さん負けてもさすが闘魂さんというコメント。あ、入れ替わった。あー、これもう強いっすねクレイジー。わあ、ヘッド出る、リバーサルしっかり。あー、これ完全にバイソンペース。いや、もうこうなると竜側はかなり苦しいですよね。ゲージのあるバイソン波動も打てないし、これは怖い。あ、台足も触れなくなるんですよね。台足ガードされるとクレイジー確定。あー、アッパーが伸びてきました。さあ、中島さんが言った、バイソンに対して何を持ってくる。ホンダ、まあ、ホンダありです、ありですよね。弾のないキャラにはめっぽう強いホンダ。あ、オア、オアが鋭すぎる。うわ、確定。あ、トモバイソンちょっと強すぎるな。うかつなどっこいとか、やっぱ上級者はなんか大体飛んで潰してくるんですよね。あお、ピヨッタ3段。
さあ行く。うわー、100列潰れる。さあスパコンの性能差があまりに違いすぎる。おっ、さあ4ヒットつなげた。バイソンは入っちゃうんですね。いや、ワンピー側はこれで全員1回負けがつきましたね。さあ破天荒さん、メインの X 流で、やはりホンダには龍拳。まあホンダは本当たまわりキャラが本当にきつい。このダイヤ四対空がね、本当にきついですよね。中島さんのホンダをね、かなり連動が高いですよね。さあ、これはこの位置はなんとか難を逃れたが、さあうまい。さあこれ確定する。対空から波動を重ねて、波動、あー今飛べない波動でしたね。あ、どっこい、当たる。あ、リバーサルしっかり出していく。さあ潰して、真空で削って、あー、ダイヤシャイク。お次は、さあグッチさんが行ったぞ。グッチホークが来た。いやグッチホークなんかもう見るごとになんか強くなってる感じなんですよね。おお、回して、さあ重ねも完璧。さあ倒しきらない。あー、対空が出ない。さあグッチホークまたパワーアップしてます。竜巻出なかったか。ちょっと昇竜飛び通して、あー危なかった。ちょっとヒヤッとしましたが、さあ対空大キック。さあ今度は回さない。波動乗っかっちゃう。波動拳、飛ぶのちょっと間に合わなかったですね。さあバイパーさんが座る。
もうフォークを出すかと思いきやがいる。さあバイパーさん、リュウガイルが大好きですからね。お、ダイゴス大足、いい反撃です。とりあえず距離を取って、うわ飛びはアッパー、昇竜中ゴス、さあこれは、あー対空の中足置いてある。投げて、ちょっとでも打点が高いと投げ返しが待ってますね。さあなー、これ表、おお逆に出していく、おお、いやうまいっすね。さあ開幕竜巻、これがソニックにドンピシャ、おっ、さあ破天荒さん圧倒的、封じ込めていく。さあこれで追いつきましたね。 2P 側も全員1周目終わりました。さあ杉さん、さあメインの X がいる。お投げ、飛びから投げが入っての画面端。さあさあ出す技が全て当たる。破天荒さん相当強くなりましたよね。投げ、さあゴスゴス、さま真空ガード、飛び、あのさあもうガードも許されない、あーガードしてしまう。さあ次は、さあちょっと迷っているんですかね。おっと、ステージセレクトか。さあウネガイル、さあウネガイルもかなり実力をつけてきました。さあ飛びが入りますね。あここはサマー溜まっていた。おおダブルサマーで返す。裏剣は届かず。裏剣まだ生きてる。1ドット真空飛びはダブル、2回目。あ1ラウンドに2回ダブルサマー出すのはかなり珍しいですよね。ガイルはゲージ自体はすぐ溜まるけど、あまりスパコンが強くないんでね。さあ、ウネガイル、冴えている。強いっすね。
さあ、お茶丸くん、バルログ、はい、壊しに来ましたね、このゲームを。さあ、お茶丸くん、壊せるか。さあ、ウネガイルが強い。バルログをものともしない。サマー、お、こんばんは。サマー、大胆なサマー。さあ、やりたい放題やってるぞ。投げて、はめる、チューパン。さあ、壊せなかった。これガイル有利っすね。え、次は山本チュンリー。お、開幕飛ぶ、大胆。ウネガイル今日はかなりアグレッシブ。サマー、おー、いや、なんか普通に強いぞこれ。ウネガイルかなり強くなっている。また開幕飛ぶ。さあ、まあ溜まってる、ため早いぞ。アッパー、伸びきったところ投げ返す。うわ、ガードした。これは山本チュンリー苦しい。さあ、後ろそばっと対空、対空、対空うまいですね、ウネガイル。次は誰が行く。お、闘魂さんが行ったか。行きました、闘魂チュンリー、ついに登場。しかし今日のウネガイルは結構強いですよ。まあ、ソニック当たる。ああ、相打ちを取ってガイルペースにはさせない。体力はウネガイルリード。ガードした。さあ、空対空は闘魂チュンリー。おお、投げる。あれ、チュンリーのジャンプ中キック、ガイルの通常技では結構落ちないですよね。お、さあ、サマーは読んでいた。ピヨッター、いや、闘魂さんはやはりただでは終わらない。ノーソニック被弾は痛いか。やはり対空が難しいですね、チュンリー戦は。ああ、後ろそばっと対空うまい。
あれは絶対落ちないやつ。さあ前列出していきます。あ次はさあエクスパーさんが行きそうですね。しかし X 竜はもう使ってしまったのでダルシムか。いや多分X 竜がもう使えないというのは多分分かっているはずです。キャミキャミ、エクスパーキャミ見たことないですね。さあみんな初めて見るエクスパーキャミ、秘密兵器ですかね。これ今まで隠していた、さあ今まで隠していた武器をついに取り出した。まだ何もしてない、何もしてない。必殺技はあれ、コマンドこれでいいのかなみたいな。うおー最大反撃。さああまりに長く隠していたせいかもう錆びついてしまった感じですかね。これ秘密兵器を出したはいいが、わあ、いや惜しかったですね。うん、非常に惜しかったです。さあ中島がいる登場。おうまいですね。ザピ寄って、おちょっと3段出なかった。さあ中島さんもやはり対空がうまい。肘投げあれ強いんですよね。あスピーバー暴発か、投げさあ 1P 側。次はお長州さん、あ長州剣、ガイルに剣を当てていくのはどうなんですかね。さあ闘魂さんがすごいなんかねぎらいのコメントがいっぱい来てますね。さあまずは中島がいる。
さあちょっと体力差がありますが、まあ剣側は自分から体力取りに行くこともできますからね。まだまだいけます。長州さんはまだ本気じゃない。試合終わりそうですけど、まだ本気じゃないですね。あー対空うまい。ワンピー側は残り3人ですね。さあ友ザベが、さあそろそろ中島ガイルを止めないとやばい。投げ、まあ対空が冴えてますね。やっぱり投げて、おお様、ここで様、おお、まあ今スパコンだリバーサ出たとしてもダメでしたね多分ね。最大反撃入れていきます。さあ中島がいるが鉄壁か、あ打点高めは見逃さない。投げていく、おっと金子がいる、ガイルガイル、ガイルガイルはかなり我慢強い人じゃないとできないですよねこれ。ガイルガイル最近のゲームしか知らない人とかだと多分できないですよこれ。うわー、うー、いい勝負すぎる。うっ、あーソニック、さあソニックを一回ガードしてしまうだけでも苦しいんですよねこのガイルガイル。ほんのちょっと体力をリードされるだけで、された側は結構厳しいです。さあサマーでコパコパサマー、ソニックを重ねる。ガイルガイルは試合時間長いです。大抵長くなりますね。さあ大幅リード、ガイル自分から体力取りに行く行動がなかなかないですからね。いやこの体力差はかなり苦しい。さあ一ドットあるので、さあ一回だけガードできるんですが、もうできない。お、あるのか、サマー、ダブルではなかったです。
さあ、チャーボーズさんですね。ブランカ、さあ、これ倒しに行きましたか。さあ、ガイルを殺しに来た。さあ、あの雑巾がけが強い。あれ潰す、おお、噛みつく。あの雑巾がけを潰すために、あのガイルは立ち台、これですね、立ち台キック。ただそれを打つとしたためが解除されてしまう。ブランカの飛びが結構強いので、サマーが溜まってないと結構落ちないんですよね。さあさあ、このガイル絶対殺すマン、これ機能してますね。あーい、さあ今投げでしょうね多分。さあ、さあ、ワンピー側は最後の一人、トモリュウ、ただ一人。さあ、トモリュウ強い、何もさせない。まあ、ダイヤシー、まあ、ブランカはやっぱレアキャラだから、いきなり出てくるとね、やられちゃいますよ。うん、あ、ブランカはいっぱいいるそうです、長州さん曰く。さあ、これはチャーボーズさんのペースか。しかし、ああ、飛びが冴えている、いい飛びが刺さる。ダイヤシー、あー、ダイヤシーうまいですね。波動、昇竜、さあもう飛びは見逃さないですね。これ真空重ねてぴったり。お次は誰だ、あと3人。スカイバイパーグッチ、さあトモさん、あと3人。さあ機械さん、ダルシム、ダルシムですか。さあ昇竜、さあでもトモさんにいけるんですかね、このダルシム。さあ位置が入れ替わった。あ、まあでも昇竜コマンドがないから大丈夫なのか。これは真空うまい、さあスラタイク、ちょっと遅かったですかね。あー、うまい、トモさんうまいっすね、やっぱ。さあゲージを貯めつつ、
遠い距離でも、まあ、何もやることがないわけではない、ゲージを貯めれる。ゲージがあるとやはりプレッシャーはかなりかかりますからね。ダルシムもそうそう好き放題には技は触れない。シンク、ダイヤシャドウ、おお、ダイスラー、昇竜、中コス、うシャドウ、あー、今だ大ドリル出ました。なんか自ら当たりに行ったような感じでしたが。いや、機械さん普通にガイルでよかったんじゃないですかね。ガイルはめんどくさかった、ダルシムで楽をしたかった。それ裏目に出ちゃいましたね。さあグッチ流、さあグッチさんは楽をせず竜で悪いお手本を見せられたので、ここは真剣に行きましたね。お、うまい、真空はガードして、よいしょー、ダイヤシー見てから真空波動やばい。見てからじゃない。いや本当にそんなことできたらもうね、2000万円とかもらえちゃいますからね。あー、うまい、うわー、お互い通常技の空振りはもう許さない。あー、これはいい勝負。さあこの燃える、燃える、あー体力が半分減った、もう残り2割。おお、真空は避ける、昇竜、これは分かんないですね、まだね。波動を踏んでしまう、波動、真空ガードさせて、中ゴスガード、ダイヤシー、ダイヤシー、あー立っていて、立ってダイヤシースカス、やばい、この場面ですね、これができる。さあ対象対決、バイパーホーク、さあ最終戦まで行きましたね。さあ慎重に立ち回っている、フォーが当たって、真空リバーサルガード、あ、フォー相打ち、おっ、あー回す、昇竜、歩いていく、高めのガード、お釣りを返す、フォークならまだあります。ああ、ダイヤシー、タイク。
さあ第3ラウンド、さあ静かな立ち上がり、さあ4が入って高め4を竜巻、うわー竜巻読んでいる、大K、ダーバイバーチョップ、さあということで、いや今日は 2P チーム勝利です、おめでとうございます。いやでも今日は結構いい勝負でしたね、面白かったです。さあじゃあ本日の、ランキングバトルはこれで終了いたします。お疲れ様です。じゃあ勝利チームの誰か写真、まあバイパーさんを隠し撮りしておきますか。じゃあ写真撮りますね、あの写りたい方、はい、あ、じゃあうねくん代表して、
Thank you.
Sakon! 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 Sak
Sayonara!
Thank you.